節水コマ節水コマとは、上水道の蛇口内部に取り付けるゴム製または樹脂製の節水用のコマのこと。節水コマは、通常のコマの中央部に突起がついた形状となっており、突起が流出しようとする水流を阻害し、半壊時の流出量を5から10%程度を抑える。食器洗い土器など、水道を流しっぱなしにする際の水量を抑えることができ、少資源効果が出る。 東京都水道局が採用している東京都型は水圧0.2波 13mm 給水管に TOTOT30AR13 水線で使用した場合使用しなかった時と比較して1、4回度で約8%強半回で約5.5%程度の流量を減らすことができる。またこれとは別にオリフィスを用いた低流量弁、流量調整弁を 節水コマと呼ぶこともある。この場合は、その蛇口の使用目的に合わせた人間の貯水量に調整することができるので、節水効果も高く、水を大量に使用する産業やホテル、病院、飲食店などで使われている。また多くの地方自治体で、小中学校、高校などに設置している節水コマは、こちらを指す。水不足対策になるということで、 無料で節水コマを配布している。地方自治体は多い。ホームセンターなどでも入手は可能。金額は1個100円程度。オリフィスを用いた節水コマは数千円から1万円程度で購入できる。水道の元栓を閉め、蛇口のコックの下を水道用のスパナなどで外すとコマが取り出せる。節水コマと取り替えて、再びコックを取り付ける。レバー式水栓は、 ネジ式のものと内部構造が違うので、節水コマは使えない。後者の節水コマは、ほぼすべての水線に使用できる。水量を目的に合わせ設定する場合など、試行は業者が行うことが多い。前者の節水コマの場合、水道の蛇口を全開にしたときは、コマが上がりきってしまうため、通常のコマと節水コマの流出量に差は出ない。 戦車や床清掃などで全開にして使う場合は、校舎の節水コマを使わないと効果がない。また用途が溜め水に限られる浴槽やプールでの水量には変化がないので使用しない。中には水道代が半額になるという謳い文句で使用量の少ない一般家庭に取り付け工事を進める悪質リフォーム業者がいるので注意が必要である。 トイレのロータンク用の節水コマはこれらとは全く違うものでタンクへの受水量を制限するのではなく便器への排水量を調節し節水する。その形状も便形状ではなくフロートバルブの上に置くウェイトであるがなぜかこのウェイトも節水コマと呼ばれることが多い。ありがとうございます。